はいみさんこんにちは、えー。今回もちょっと地味なお話なんですけれどもお、スマホのカメラのことをちょっとお話したいなと思っています。はい。あのー、以前も一回 iPhone の話をしているんですけども、僕はですねこの iPhone12 を。 を使っていますあのー、何かの時にですねやっぱりカメラってあのいつもね、えー、カバンの中には「大概 GR3」を入れているんですけど、あのー、やっぱり忘れる時あるんですよね忘れる時ってのは、ね、もうの重くてもういいやっていう時もありますしでもねやっぱりねこのスマートフォンだけは必ず皆さんも含めて大概もうこれで肌身離さず持っていると思うんですね。 まそんな時にあこれすげえないいなっていう、ね、あこれあこれ撮り撮りたいなっていうなんかシーンにあった時にこのカメラでパッと撮るとまあ、そんなことでね結構あの登場する頻度が案外あったりするのがこのスマホのカメラじゃないかなと思いますでえー、っとスマホのカメラもですねまあそのちゃんとしたまあ、ちゃんとしたっていうかね、えー、本当のカメラの カメラとこのスマホのカメラとちょっと言いづらいですけどえカメラとこのスマホのカメラを比べた時はやっぱり確かにそのスペック的にはねあのどうなのかなっていう感じはしますし iPhone12 でもですねあんまり今までスペックってあの気にしたことがあったんですけど改めてこの動画を撮るのでえ調べてみたらば画素数は1200万画素しかないんですね。 でえっと、12の場合は上が超広角のレンズ下が広角のレンズということで、まあ、メインが広角の下のレンズになるんですけどこの下の広角のレンズが2 6ミリ相当ぐらいですかね確か。で、えっと、F 値が1.6だったかな。 で超広角の方が 13mm 相当の F2.6 だったと思います、まあそこそこそれぞれ明るいレンズをつけてはいるんですが特に、ね、画素数が1200万画素ですから、まあ、iPhone の場合はちょっとスペック的には見劣りするのかなっていう感じはしますよね。まあ、万画素でも SNS とかあまあネットに載せる分 とかね、あの要はそんななに、ね、あの問題いいと思います、まあ、あのおそらくプリントアウトしても A4 ぐらいまでは1,200万画素あれば全然問題ないのかなと思うんですけど、まあ、それ以上大きく、ね、プリントアウトをしようとするとちょっと物足らないでしょうね荒さが目だったりとかするでしょうし、まあ、あの iPhone じゃなくても Android の場合だったら、まあ、4,000何百万画素とかね何か1億画素っていうようなものも最近出たりなんかしてますから。 あれなんかもうすげえなと思うんですけど iPhone の場合は、まあ、普通にねト、えー、るブには全く遜色なく取れるんですけれどもどうやらですねやっぱりその, iPhone 側のチップによるところが大,い大きいいみたいですね、えーまあ、AI, AI っていうんですかねちょっと詳しくないんでよくわからないんですけどあのお話ができるほど詳しくないんですがえっ、ー、とねやっぱ やっぱりまあ画素数とかよりもむしろそのチップの方での処理これでねあの例えば HDR できれいに撮れたりとかえま暗証でもね最近のスマホってとっても強くなってますけどそういう部分はねレンズとかセンサーというよりもその処理できれいに映るようにどうやらしてるようですね。 なのでうんと、まあ、今僕はたまたま iPhone12、えー、っ,っていう一番、まあ、今の現行モデルの iPhone 使ってますけど、まあ、iPhone はもう本当 3G。 からずっと使ってて、えー、もうアップルのエコシステムにまんまとやられてる一人なんですけども、えー、昔から iphone でまあなんかの時にはちょっとね補完的に取ったりしてますまああの iphone 12だけじゃないんですけど過去からどんなものを取ってきたかっていうのでちょっと iphone シリーズととといいいうことで、えー、ここでで撮ってきたた写真をご紹介したいと思いますちょっと、うん、こんな感じで撮れるんだっていうのでねあの、うんまあ、皆さん知ってる方は知っておられると思うんですが、えー、改めて iPhone で撮った写真こんなの撮れるよっていうことでご紹介したいと思います。 はいまあ、こんな感じでね、あのーまあ、被写界深度はねあの深めというか、まあ、基本どれぐらい、まあね、F 値は F 値ではあれですけど、まあ、センサーがも結構ちっちゃいんでね、あのー、F 値が明るいレンズを搭載してるといっても結局被写界深度はセンサーがちっちゃい分深くなっちゃいますからどうしてもそういう部分はあ、まあ、ぼかしの写真ってね基本的に iPhone ではちょっと厳しいのかなと思いますし、まあ、iPhone X からかな iPhone の場合は。 あのー、これもやっぱりあの処理の問題で、えー、やってると思うんですけどあのポートレートモードっていうのがあって、えー、ちょっとね背景がこうボケたようなあ処理をして、えーまあ、なんかこう,うなんか玉ボケみたいなね <laughs> こういう写真も撮れたりもするんですけども、まあ、パッと撮るときにはやっぱりどうしても社会心の深い、まあ、いわゆるうスナップショット的な。 写真になるんですけども、まあね、ちょっと外出した時とか、まあカメラ忘れた、ああ iPhone で撮ろうなんていう時にもお、結構それなりの写真が撮れるんじゃないかなというふうに思います。ま、まあ僕の場合はだ大体 iPhone で撮った場合は中の写真アプリでちょっとこういろいろこうね、あのまあ現像じゃないけどちょいろコントラストやら色味やらなん、えー、やらかんやらあいろいろこう。 調整して仕上げるもんですから、まあ、見た通りのちょっと色味とかうんぬんとはちょっと違って、まあ、自分のイメージで作品、まあ、作品というかな、まあ、写真として仕上げるものですから、まあ、そういうちょっと iPhone なりの使い方のまあ特性というか自分の癖はあるんですけどもまあねあの 多分これ今 YouTube でご覧頂い,いて例えば大画面のテレビで見て頂い,いてもねあんまりねあの破綻のないような描写で見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなわけでね考えてみたらいつも常々、ね、あの昔から最高のスナップシューターは GR だと思ってるんですけどもこれは今でも変わってないんですがでもねよくよく考えたらサッと出してパッと撮るっていうね あのスマートフォンの方がもしかしたら最その意味では最強のスナップシューターなのかもしれませんね。えー、まあ,あのグリップがなかったりねあの、まあ、レンズもないしこういうふうに普通のカメラみたいに構えて。 えー、撮るっていうことじゃなくて、まあ、板ですからねちょっとねこう撮りにくいっていう、まあ、操作性の問題とかもあるっちゃあるんですがまあ,あの普通に撮る分には全然問題ないなという感じがしますしまあ一般的なユーザーさんからするとわざわざその高いカメラを買うまでもなく iPhone なり Android のカメラでもう十分撮れるじゃないという向きの方が多いと思いますしまあそんなことからも、まあ、最近よく話してはしていますけれどもあのー スマートフォンに押されて、えー、カメラのこうシェアが、ね、どんどん落ちてると、まあ、これも三、ね、もありなんなのかなと思います。 まあそんなわけでですねどうもね我々その写真を趣味にしている人間がするとスマートフォンまあ僕だけかもしれませんけどスマートフォンのカメラだろみたいなねちょっとこうバカにしたというかえまあちょっとななんていうイメージが頭のどっかにこうあったりなんかするんですけどまあ以前のアップルのコマーシャルでもあったように iPhone で撮った写真ばっかりのねコマーシャルありましたよねねあんなな風にねえっと作品としてきっちり成立するようなね。 えー、あの写真も iPhone の写真カメラでも全然撮れると、まあ、いうことですから、まあ、基本的に機材関係ないっていうことをよく言ってますけど、まあ、このの究極的ななな部分がスマホのカメラじゃいいかなと思います、まあ、そんなことでスマホのカメラでももしかしたらおこれいいじゃんっていうような写真が、ねえー、撮れるかもしれませんし、まあ、そんなあちょっとイメージを持っておくと、まあ、緊急避難的にスマホのカメラでパチャッと撮ると。 こういう使い方なんかもとってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それでは今日はこの辺で。